あれですね、密約集のところから試作ポイントが入りましたね。こんだけあればもう十分かな。あとなんか密約できる部署いるね。そこそこいい部署入ってきたしたね。さもありな。さもありな。1400度。おいで。ああ、いいね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 。これもちょっと、呼ぼう。さもありな。さもありな。この辺にしようか。さもありなん、さもありなん。75。あー、ダメか。2000で来て。2000じゃ来てくんない。じゃあ、お城ね。ここの矢沢さんのところあげよう。ちょっと全員切ってもらおう。口惜しきことよ。なんたることじゃ。無念。口惜しきことよ。口惜しきことよ。はい、ということでね。とりあえず、今来てる、部署はね、とりあえず全部、引き抜いておきました。これ勝てるね。これぞ我が部、我が力よ。うん。で、もう一人なんか来たから、これも裏切ってもらおうか。お城か。なるほど、なるほど。じゃあ二代目あげようか。口惜しきことよ。じゃあ進めていきます。報告いたします。ご命令を。問題なさそうだね。じゃあ進めていきます。おい、39、いいね。小田原は、初期化で、3人でちょうど保育できるね。かしこまった。かしこまりました。ちょっとこれ時間かかって無理っぽいね、小田原はね。はい。報告いたします。ご命令を。あんな強くないけど、お金で切ってもらおうか。さもありな。さもありな。2000で来てくれるでしょ。
しきことよ。手紙配ろうか。かたじけない。かたじけない。かたじけない。じゃあ進めて行きましょう。一応タイム使っとこうか。まあ後で天風使おう、天風。戦争終わったらね。我が妻、やはり天下無二のものですね。赤子の手をひねるようなものよ。あと、お資料と玉縄は、お資料から行こうか、先に。いざ参ろう！出陣するぞ！長野の沼田さんが来てくれる？金銭三角だから、金銭があるときにしよう。報告いたします。先月の収支です。表情を始めましょう。ロミ取っときます。これにて表情を終わります。ご命令を。じゃあ今お金あるんでね。で、金銭丸になりましたね。ほうほう。69。ほう。お、来た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 。1800円で来て。冗談。3000円出すよ。なんたることじゃ。はい。ということで、評論家を。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございました。あと何日もつけろ。55日。うん、買っといてよかった。はーい、では進めていきます。あ、出てくれた。ありがたいね。負けるわけにはいかぬみでな。じゃあすぐ落ちるね。20日ぐらい。うん、使いの者が来たようです。赤子の手をひねるようなものよ。あ、出て行ってくれんの、ありがたいね。我に続け。じゃあ進めていきます。報告いたします。ご命令を。そういえばあれだね、モブ全然裏切ってくれる部署いるじゃん。北条はこっちモブの方に行ってはっ。で、北条はもうどうせ裏切ってもらわなくていいのでもう潰せるんでね。こんな感じだね。今川からなんか抜く？抜けないね。こんな感じで。ちゃんと設定したいね。うん。オッケー。では、進めていきましょう。我が野望、何人たりとも止められぬ。皆の者、我に続け。兵数が勝ってるから大丈夫でしょう。負けるわけにはいかぬみでな。はい。おっと、なんか誰か来てくれる？お金で。なるほどな。ナイジャーチューもなるほどな来てる。なるほどな。
2000円あげるよ。まったく3500、3000で。まったくもうほとんど全財産持ってきやがって。そんな強い武将でもないのに。無念。じゃあ進めていきます。ホイル61日ですね。じゃあこれで。これだったらもう、ただ日にちを書ければ。あと4ヶ月。4ヶ月かければね、北条さんの武将が全員手に入ると思えば、いいですね。うん。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。農地を作ります。かしこまりました。商業は進める場所はない。取引を行いましょう。取引これをちょっと買っとこうか。じゃあ進めていきます。どこあげようかな。あんま強いお家のところをやっても、ここは同盟してるのか、お父さんとは。皆の者、我に続け。助太刀いたす。敵が我が領内に向かっております。おお、ここを狙ってきたか。3万。あー、お市場取れないね、これ。守りきれないね、これね。貸してくんないかな。借りれる。群馬700、群馬1400。ガモさんに借りれば良さそうだね。じゃあガモさんに援軍借ります。3900、ここでね、1400で軍配払います。力を貸すぞ。で、力を味方になったから、同盟結べるでしょ。かしこまりました。参る。こっちから続けばさ、帰らない。帰らないなら帰らないでいいよ。いざ参る。出陣する。どこ続けば多分帰らないね。ここ続けば1万で来るんだ。へえ。出陣する。ちょっと続いてみようか。いざ参る。出陣する。で、出ては来ないね。いざ参る。だったら宇都宮行っとこうか。出陣する。じゃあ進めていきます。3戦で。皆の者、
あるに続け。武田に手を貸しましょう。手を貸します。27,000。ちょっとこっちから助けてやんないとダメですね。お見せしましょう。力を貸すぞ。こっちは何時で来る？ 41 日で来るのか。準検場立てたら間に合わないんだよね。ちょっとこっちはつついておきましょう。まあこれで18,000。27,000ぐらいで出陣しましょう。ここで当たるかもしれないんだ。こんなところに集合じゃ遅いよね。ここで当たる。集合場所ここで。26,000ぐらい。これでいいんじゃないのかな。で、農兵精錬使えばある程度削れるんで、あとは武田さんはなんとかするでしょう。でこれ農兵精錬今使っときます。我が妻、やはり天下無二のものですね。我が義には毘沙門天の加護ぞ宿れる。我が義を示す。我が義を示す。パスリスミだよ。こっちが。どこ他の場所で当たらない当たろう。でもこれ当たってるね。ああ負けちゃうね。どうだろう。こっちノエセレン使ってるからね。いざ参る。なんか君主とか持ってないの？持ってないね。これ勝てないね。しょうがない、諦めよう。ここはもう勝てないんだよね。佐竹さんにあげよう。ここはもう仕方がない。ここら辺もらえばいいか。使いの者が来たようです。こんな持たないんだよね。135日もね。6800も入れる兵糧もったいないよね。93日ぐらい。おお、本田さんに威嚇する。報告いたします。表情を始めましょう。いや、本田さんがやってくれたら取られないで守りきれるかもしれないですね。これにて表情を終わります。ちょっとここら辺取っとこうか。ゲッチ
いや、本田さんこう取ってくれれば、これが、多分は、お市場から離れて、いけるんじゃないのかな、うまい感じで。で、そうすればここら辺が兵が戻ってきたやつで、取りいけるんじゃないのかな。ちょっとね、活路が見出せましたね。はい。では、進めていきましょう。まあ、ここら辺ちょっと気に なりますね。今ぞ、攻め込め。ああ、出て行ってくれた。死力を尽くした甲斐が。ことじけなし。いざ参ろう。ちょっと悩みどころだね。いざ参ろう。ちょっとこっちの方に向かっておきますか。出陣するぞ。じゃあ進めていきます。どうなんだろうね。ここでだいぶ削っといたから、ここ1万3000守り上げ。あ、人権でも壊してくれたから、1万3000同士で当たれるから、まあ、勝頼さん別に悪くはなさそうだね。じゃあこっちに、集合ここにして、21日で3100じゃあ足りない。これで置いといて集めてみようか。そうすれば守ってあげれそうな気がする。では進めていきます。使いの者が来たようです。そしたら交渉で本田さん同盟結べるでしょう。承知いたしました。待機するぞ。神殿、あ、いいですいいですいいです。神殿は報告いたします。ご命令を。一気に北条さん潰せそうだと思ったんだけど、本田さんがなんかやら始めたぞ。まったく。まあ、そんなところで、まあ、とりあえず第5話終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。